大家好。大家好、私ミミミミです。最近日本人の女性の方からコメントをいただくことが多くて、中でも、中国人の人と今付き合っているんですけれども、これから結婚したいと思っているんだけども、手続きめんどくさいですかとか、結婚式どうでしたかというコメントをいただいて、もう本当に嬉しく思っています。今日はですね、結婚手続きなんなりのことではなくて、中国人の人と結婚するときに気をつけることと言ってはなんですけれども、まあ気をつけること、特に、中国人の家族との関わり合いについてお話をしたいと思います。私は2011年に上海に住み始めたんですけれども、その時にはまさか私が国際結婚、まさか私が中国の人と結婚するとはもう思ってなかったんですけれども私が夫と付き合い始めてから、結構周りの人からね、もしこれから結婚することになったら、こういうことがあるから気をつけた方がいいよと、まあ、警告みたいなのを聞いていたので、心の準備ができていたんですね。でも今考えてみると、それを聞いといてよかったなというふうに思っています。本当にそういう状況が起こった時に、自分で動転したり、こう苛立ちを感じたりっていうことがあまりなかったので、すごく聞いといてよかったなというふうに思います。なので今日は皆さんに、これから日本人の方で中国人の人と結婚したいという方、心の準備のためにちょっとお話をしたいなというふうに思うんですけれども、これから結婚することが全くないという方も、あ、やっぱり中国と日本って文化の差があるんだなと思いながら見ていただければと思います。まあね、中国すごく大きいので一概に全てがこうだとは言い切れないんですけれども、私は上海の人と2017年10月に上海で結婚式を挙げました。はい。でその時に日本だったら普通その結婚式の打ち合わせとかなんなりっていうのは大体2人で進めると思うんですよね。両親に意見を聞いたりっていうこともあったとしても、大体は2人でやっていくんですけれども、中国ではもう家族総出で家族を巻き込んで結婚式の準備を1年間行います。で私最初はですね、私もいろいろイメージがあって、こういうのをやりたいみたいなことがあって、イラストを描いたりとかして夫にこう見せたんですけれども、夫ってそんなにこうピシャリというタイプではないんですけれども、その時だけは本当に真剣な顔で、結婚式っていうのは2人だけの問題じゃないからっていうふうに言われて、でも本当に後にも先にもあんな表情で私に言ったことはないというぐらい本当に真剣に私に言ってきたので、いろいろ私の中でもいろいろ理想があったんですけれども、やっぱ、ここはやっぱり中国に従おうと思って、そこでいろいろ割り切りました。そしてウェディングドレスも、蘇州まで行ってオーダーメイドして購入したんですけれども、その時も、お父さんとお母さんとも4人でゾロゾロと行ってそれでも朝一からもうね、本当に大規模なデパートが何個入るか分かんないような、もう本当大きいところで、オープンと同時にもう何十件もドレスを見たんですけれども、結局第1件目に見たあのドレスが良かったねということで、お母さんとも趣味があって、でそこで購入しました。で私赤いドレスもチャイナドレスも着たんですけれども、それをお母さんに選んでもらってすごく楽しかったです。で、式場は、2人で決めたんですけれども、上海に大蔵ホテルがあるんですけども、私たち大蔵ホテルで式を挙げたんですね。でその時に、日本人のスタッフの方もいらっしゃるんですけども、当時はブライダル系の日本人の方がいらっしゃらなくて、でその代わりに日本語がすごく堪能な方が対応してくださいました。で、最初は日本語なんだけども、打ち合わせとかになると、父と母も一緒に来て、5人で話をするんですけれども、最初は日本語でいろいろ通訳してくれるんだけど、最後の方になってくるとその方も上海人なので、結局上海語になっちゃって、私も当時も全然上海語わかんないから、もう打ち合わせなんか私いるの意味あんのかなっていう感じで、もう4人でなんかいろいろ進めてってくような感じでしたね。でちょっと話がそれるんですけれども、私のこの中国語能力って多分ね、自分で分析すると、この結婚式のごたごたで、ごたごたというか、この準備があって自分の中国語能力がこうガッと上がったような気がするんですよね。だからそれぐらい家族とのコミュニケーションがすごく必要で、で最初のうちはですね、私全然父と母が私の中国語を分かってくれなかったんですよ。もう全然もうティンブドンな感じでずっとなんかこう考えちゃってるような感じだったんですけれども、
ね、この結婚式がいろいろ準備であっていろいろコミュニケーションを取っているうちに、だんだんとお父さんとお母さんも私のこの中国語のアクセントのいろいろな癖を分かってきたみたいで、それから楽しくコミュニケーションが取れるようになりました。日本とちょっとその結婚式の準備で違う、大きく違う点は、日本にはこうホテルにウェディングプランナーの方がいて、でその方と一緒に例えばお花をどういう花にするかとか、細かいセッティングどうするかっていうのを話をいろいろして決めていくと思うんですよね。で全部このホテルと自分たちで完結するみたいな。なんですけれども、中国の場合にはホテルはあくまでその式場と、食事を提供する場で、具体的なそのお花をどうするとか、何のセッティングはっていう、その具体的な細かい内容っていうのは別にウェディングプラン会社と話をすると進めていくんですね。だから2社とこうやるような感じだったんですよね。まあ、そんな感じでもう4人でこう上海語で進めていっちゃうっていう感じだったので、もう当日になって分かることがもうほぼ 90% 以上みたいな感じで、だからもう本当に行き当たりばったり、ぶっつけ本番みたいな感じで、当日を迎えました。でもだからこそ本当に楽しくて、で私の家族も日本から来てくれたんですけれども、家族もみんなもうすごい結婚式だったって言ってくれて、私も本当に楽しかったです。正直私ね、あとね3年に1回ぐらい結婚式やりたいなっていうぐらいすごい楽しかったです。まあ、大体ね、私がこだわったのはお花の色と、あとウェディングドレスと、あとは曲。ジャニーズの曲をいっぱい入れました。はい。で、そんな感じで結婚式を進めていったんですけれども、はい。そしてこれから家族との関わり合いがどんどん増えていく結婚後についてです。はい。というわけで今日はここで一回切りたいと思います。はい、やっぱ私もいろいろ聞いといてよかったなと思うことばかりなので、ぜひ皆さん次回もチェックしてみてください。次回は結婚後の家族との関わり合いについてです。はい、というわけで今日の動画はここまでです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。谢谢大家，再见，拜拜。